寝屋川市。寝屋川市は、大阪府東部大阪地域に位置する、人口、約23万人の市。市名は、おとぎ造氏の、八和木に登場する、主人公、初世姫の父である、藤原実高、藤原のさ高の別荘が、高野街道を行く旅人に宿を提供して、寝屋、旧方の軍寝屋村。原寝屋川市寝屋と呼ばれるようになったことに由来する。 四高寺特例市であり、2019年、平成31年4月中核市移行予定。大阪府の東北部、淀川左岸に位置し、大阪市域の中心から 15km、京都市域の中心から 35km の距離にある。南北は 7.22km、東西は 6.89km、面積は24.73平方 km。市域の東部は、片野市。 西部は、淀川を境にして、高槻市、摂津市に接し、南部は、森口市と門真市、大東市、市条縄手市、北部は、平方市に隣接し、北河内地,地域の中心部に位置している。市の地勢は、東部丘陵地帯と西部平坦地帯の二つに大きく分けることができる。東部丘陵地帯は、生駒山系の一部で、海抜は、150メートル。 西部平坦部は主に沖積層からなる海抜2から3メートルの平地で北側の低湿地帯と呼ばれている。最高点は赤峰土の古墳周辺で109.6メートル。最低点は深北緑地内で0.1メートル。他の北川地地域の6市べてに接している。歴代市長、定数は27人。2018年。 平成30年8月26日時点での開発構成は以下の通り。平方寝屋川消防組合が寝屋川市と平方市の消防を担当している。また消防本部、緊急情報管理センターなどは平方市にある。近畿運輸局大阪運輸支局陸時市内の商業は小売中心となっている。 大型商業施設は、京阪寝屋川市駅前、香り園駅前や国道沿いに集中立地している。鉄道駅前では、寝屋川市駅前のアドバンス寝屋川、フレスト寝屋川店、東寝屋川駅前のイズムや、香里園駅のフレスト香里園店、香里園駅前のライフなどのスーパーマーケットが、立地する。また、各テナントを持たない商業施設か掘り町、香里園などもある。 国道170号、大阪外環状線沿いに、アルプラザ、ホームズなどの SSM、スーパースーパーマーケットが立地。大阪府道21号、八尾平方線沿いには、ネア川デポマート、ライフ、上新湖南、小島、山田電機など、大手家電量販店や、それを含めた、複合店が立地する。大阪府道13号、京都森口線沿いには、エディオン、湖南、 モズ百貨店、業務スーパーなどの中規模店が立地する。国道1号バイパス、第2京阪道路が開通以降、沿線では、計画的な街づくりが進行し、寝屋川北インターチェンジ付近には、スーパービバホームプラス、アルプラザと50の専門店を有するビバモーネ屋川、市内随一の規模が回転し、京阪バスが、寝屋川市駅、郡園駅、星ッ台駅を結んで運行している。 さらに、寝屋川南インターチェンジ付近の市場縄手市、し、境には新たに、4モール市場縄手が開店した。地域振興の取り組みから、国の地域通貨の構造改革特指定を受け、現在では、市内の各商店街で使用することができる。地域通貨とは別に大型店と小規模店、専用券で構成された、元気ワクワク商品のようにプレミアをつけた商品券も存在し、 大規模店が小規模店と連携を取り、日常の買い物を楽しむ工夫をしているのが特徴的である。周廃郵便局無周廃郵便局市、不民税と固定資産税と都市計画税そして軽自動車税を納税できる場所は以下の通りである。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、 1.48%減の2244人であり、増減率は、不可43市町村中29位、72行政区域中51位。旧村名が大技となり、それが現行住居表示の際に町名の基礎になっていることが多い。なお、1966年、昭和41年から開始された住居表示変更は2005年、 平成17年までに完了した。北西部、香織北の町、狩り名の町、香織西の町、香織新町、松屋町、西新町、琴吹町、豊里町、大町、大西町、小玉町、緑町、石津、中町、東町、東町南町、元町、木山町、木屋元町、台間町、元太,太市間、東町。北東部、東氷園町、香織本通町群、元町、三井町。 三井元町、京町、三井南町、成田町、成田、西町、南町,東町、東町、東が丘、末広町、国松町川省町八万台、三井が丘、一から五丁目、明徳、一から二丁目、池の瀬町。中心部、西側西部、東大理町、大理元町、大理町、北大都市町、西木町、西尾町、清水町、池田、一から三丁目、池田、朝日町、新町、 本町、中町、東町、西町、西町北町、南町町営寺町、桜木町、若葉町、平地町、桂原1.2丁目、葛原、新町、高柳1から7丁目、高柳栄町、春日町、大場港、西町、東町、宝町、一数かず、寺町、一数かず、寺本町、1から6丁目、天野、1から6丁目、黒丸、朝日町、新町、城内町、 立花町三ゆ西町、東町上神田一だ1.2丁目。中心部東側東部。早子町や坂町、豊野町、幸町、本町、八町。日の出町、木田町、中木田町,町、栄町、出雲町、新町、渦政、桜ヶ丘、高塚町、中町、東が丘、緑ヶ丘。元町、宇佐木町、根谷1.2丁目根谷、南1.2丁目根谷、北町、新町打、打ち上げ。 新町、高塚町、中町、南町、南町宮前町、元町梅ヶ丘一1.2丁目、根屋川公園名は1.2丁目、高倉1.2丁目、高宮1.2丁目、高宮、新町、栄町、町、旭旧、正寺、北町、南町、南部。下北町、北本宮1.2丁目、大西町、笹原、西町、東町、楠野木根。 北町、南町、堀港1.2丁目、堀溝北町、神経1.2丁目、河北、東町、西町、中町、中間田町、下間田町、東間田町、茅島東1から3丁目、茅島、信一町、本町、南町、桜江町、南水園町。昭和30年代まで東、西、南、北、第5の5つの小学校があった。 高度経済成長期に集合団地や住宅地が次々に増生され、ベッドタウンとなり、人口が急増した。そのため、小学校就学人口が急激に増え、校舎増築、重層化などでは追いつかなくなり、次々と新しい小学校が建設された。しかし、高度経済成長期が終わり、さらに、今般の少子化に伴い小学生も減少し続けたため、 一中学校二小学校を基本とし、統廃合による財源を教育環境の充実に転換した。統合だけにとどまらず、小中一貫教育を視野に入れ、文部科学省のモデル校となる学校や、英語教育特区の指定を受けるなどの取り組みを行っている。なお、2005年、平成17年4月1日に、以下の統廃合が行われた。 高度経済成長期に形成された密集市街地の整備事業、萱島、大理、池田、香織屋、再開発、氷江駅東地区、根屋川市駅東地区、萱島駅東地区、根屋川市駅東地区と、萱島駅東地区は、都市再生本の都市再生緊急整備地域に、政令指定され、都市再生プロジェクト第3次決定においては、 ネア川大東線沿線の密集市街地再生の対象地域になっている。大規模な市街地開発事業ではネア南地区の土地区画整理事業も事業中である。ネア南地区の他にも第二京半道路沿線市街化調整区域は段階的に整備される。大阪外環状線、八尾平方線までのシンボルロード、ネア川駅前線。 福音32メートルから25メートルを整備し、広域幹線道路との結節点となる、寝屋川市駅のターミナル性を高める。この道路は歩道にゆとり、片側10メートルを持たせることにより、人の対流を図り、商業の活性化につなげるものである。2008年度に着工し、2015年4月1日に、全通。関西医科大学香里病院の建て替えに伴い、 周辺の再開発を行っている。住宅、商業施設、病院、ケア付け住宅等福祉系施設、フィットネス等健康増進施設を廃棄する。2005年7月都市計画審議会に都市計画案を諮問、2005年度末本組合設立、その後権利返還計画認可、既存建築物解体着手。関西医科大学香里病院は二千五年十一月に、 一旦廃止し、高層化して、建て替えを行い、2010年7月1日再開した。また、東側バスターミナル飽和状態解消ために、駅前広場が設置され、八尾平方線と、日屋方の線の間に振動を建設、原道の拡幅も行って、渋滞の解消を図る。一帯は、香里園か堀町と名付けられ、2011年3月に、町開き、園駅と、 エスカレーターで接続された。今後も北側の整地が行われ、新たにタワーマンションが一等建設される予定。平成の大合併で、平方市、片野市との合併が協議され、人口約70万人規模の京阪間の政令指定都市を模索した時期もあった。北川地市構想。京阪間のベッドタウンとして発展したが、昼間の賑わいには乏しい三市が、 一つになって文化や産業の集まる核ができれば、住民の居住地への愛着が高まると期待されたが、住民側の要望がなく、北川地全体の協力関係の強化、例えば救急体制を充実させ住民生活の向上を図っている。2005年度に、京阪本線立体交差にかかる国の調査予算が採択され、設計も行われ始めた。 京阪電気鉄道京阪本線が、市中心部を、JR 片町線、学研都市線が、市東部を貫く。茅島駅は、通勤準急、準急停車駅、寝屋川市駅と香里園駅は、通勤階級、快速急行停車駅となっている。平日の朝ら主事に運行する通勤準急は、茅島から京橋まで、ノンストップ、所要時間約8分。 寝屋川市駅からの快速急行、通勤階級は、朝のラッシュ時は京橋まで、ノンストップ、所要時間9分から12分で、非常に利便性が高い。また、寝屋川市駅、氷園駅に停車する、快速急行によって、京都市内中心部への利便性も高くなっている、同列車に乗車した場合、平方市駅での準急特急のような乗り継ぎも、不要で、 寝屋川市駅、祇温市場駅まで約38分。一方、茅島駅から大阪方面は複々線となり、寝屋川車庫からの出庫の関係で、淀屋橋、中野島線方面の普通、区間急行の大多数が茅島駅始発となっているため、非常に利便性が高い。また、これらの始発電車は、京都方面からの準急と接続するため、 乗り継ぎ駅としても重要な地位を持つ。なお、京阪電気鉄道は、大阪市の商業の中心といえる、梅田、南場へ直通していない、中野島線大江橋駅は、東梅田地区及び、JR 東西線北新地駅に、渡辺橋駅は道島、西梅田地区にそれぞれ近接している。そのため、JR 大阪駅へは、京橋駅まで行き、大阪環状線へ、 大阪市営地下鉄御堂筋線ナンバー系は、淀谷橋駅まで行き御堂筋線へ、それぞれ乗り換えが必要となる。新幹線への乗車は、山陽新幹線は、淀谷橋駅まで行き、大阪市営地下鉄御堂筋線を経由するか、利便性優先か、京橋駅まで行き、大阪環状線と、さらに、大阪駅で、JR 京都線に乗り換えて新大阪駅へ行く。 料金優先ことが多く、東海道新幹線は、丹波橋駅まで行き近鉄京都線を経由する利便性優先か、東福寺駅で奈良線に乗り換えて、料金優先、京都駅から乗車する場合が多い。区間快速が停車し、朝ら主事の京橋方向や有機宅時の場合、区間快速に乗車すると乗り継ぎが不要である。普通電車に乗車した場合は、 四条縄手駅、または、隅野道駅で快速に乗り継ぐと早く、京橋駅や北地駅に着く。また、片野市の星田駅や四条縄手市の忍武急駅も、市境近くにあるため利用する市民もいる。さらに、市南端の下北地区は、大東市の四条縄手駅が、最寄り駅となる。片町線、学研都市線は、東西線に直通し、大阪都心や甘が 神戸、宝塚方面をダイレクトに結ぶ。京阪本線根屋川市駅天馬橋駅、徒歩5分大阪府町。主要道路同士の接続点において、交通渋滞が頻発しているため、第二京阪道路の整備や、主要地方道京都森口線と、不動八尾茨城線の交点の立体交差化等の事業が行われており、解消が期待されている。2001年に、 都市計画道路地佐急寝屋川線が開通し、寝屋川市駅を中心とした大阪外環状線、国道170号、京都森口線、八尾茨城線、平方方の寝屋川線、八尾平方線による環状道路が形成され、駅を周辺の各道路の渋滞が緩和した。また豊の交差点の改良により、東西の交通渋滞も緩和された。 ねや川市駅から外環状線、八尾平方線結,結節点となる新八丁交差点までを結ぶ都市計画道路、ねや川駅前線が2015年4月1日に全通。さらに、第二京阪道路へのアクセス道路が6路線整備中である。国道170号伊東は鉄道と道路の立体交差が行われていないが、主要道路とは古戦橋によりオーバーパスされており、 ボトルネックとなっている、氷園駅付近に関して、現在実体交差化予算が計上された。しかし、大阪府の財政改革により事業廃止の動きが強まっている。また、氷園駅周辺も、再開発事業により、道路や広場の再整備が行われる。ふとじは直轄、平方市にある、船橋陣屋の表門が、旧正屋宅に移築現存している。 ネヤ川再生ワークショップを行い、その結果として、セセラギ公園など水辺再生の計画が進行している。これらの成果が、川の日ワークショップにおいて2006年、2002年グランプリ、2005年、準グランプリ、その他地域づくりの賞を受賞。国営ヨド川河川公園、不営ネヤ川公園、打ち上げ川地水緑地、ネヤ川地水緑地、 新北緑地のような大きな公園も点在しており、住宅都市を象徴していると言える。これらも川に関連する公園であることが伺える。寝屋川公園はスポーツ公園機能を備える。大東市北部に所在している深北緑地は半分が寝屋川市域である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。